上祐代表の一番欲しいものは何でしょうかという一般の方からの質問ですが、それは仏教やヨーガの悟りということになりますが、それを分かりやすい言葉で言うと意識の拡大と言ったらいいでしょうか。普段の我々の心は自分と他人を区別して自分を偏愛して、そして、良いことを悪いことを過剰に区別して、良いことには舞い上がり、そして悪いことには落ち込むと、こういうことが多いと思います。まあ良いことっていうか、まあ快楽、これに舞い上がって、苦しみに落ち込むっていうんですかね。よって自分と他人を区別した狭く、そして苦楽に一喜一憂する不安定な意識なんだと思うんですね。でそれを続けていくと、だん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 苦しみの方が多くなってしまうと。それがブッダの考え方で、私もそれにそう思うんで、自分はそうではなくて、狭くなく広く、そして不安定でなく安定した、まあ一言で言えば静まった安定した大きな意識、これを目指してますし、それが一番何よりも大きな幸福であると考える。どんなにね、皆さんが自分個人で何かゲットしたりね、それから他人と比較して何か自分のものにした、より多くのものを自分のものにしたとしても、それは結局はですね、本質的な幸福につながらないんです。そういったものは、その何か得ればもっと欲しいという欲求は再現がないし、そして得たものを失うんじゃないかとか、求めても得られないっていう、そういった不安や実際そうなった時の苦しみ、それが何よりも他と奪い合う、そういった恨み妬みやっかみ、そういった苦しみがあって絶えず不安定なんです。でそれはどっか真の幸福の道というのを取り違えてるんじゃないかと。そうではなくて、自分と他人を区別しない広大な意識っていうんですかね、利他こそが真の利己っていうのか、そういった落ち着いた大きな意識から来る、まあ、精神的な解放と、そしてそれからおのずと心身の調子が良くなるわけですね。ストレスが少ないんですから、まあそういった心の解放安定と、それから来る心身の健康と、まあ長寿、そして安定した心から生じる知恵ですね。心が静まっている方が頭もよく働きますから、物を正しく見ることができると。焦りやないしや悲観、これを除いて、さらには過剰に他と争うことがない安定した関係といったもの、これを実現できるじゃないか。心、頭、体、人間関係の全体に不安定で狭い意識よりも落ち着いた広大な意識、これが役に立って、まあ精神的な意味でもそうでない現実的な意味でも共に、そちらの方が幸福になれる道じゃないかと考える。まあ実際ですね、自他の区別を超えた静まった広がった意識、皆さんが自然の中に行ったりして心が荒れてこう広がるような意識あると思う、それを絶えず実現できれば、都会の中にいても実現できれば、その開放感というのは非常に大きく、それは宝のような心の覚醒よというふうに古の聖者聖人に言われてますが、人間が経験する最高の宝、幸福だと思います。その本当の幸福を知らないと、やっぱそれ以外の、まあいわゆる欲望っていうんですかね、快楽っていうんですかね、その裏側にいろんな苦しみをはらむ、そういった一時的な快楽の中で流されていってしまうのかなっていうのは自分の価値観ですね。